国後の恥ずかしいビフォーアフターあるある。これから留学楽しみだな、友達いっぱい作るぞ。何あれ、日本人が日本人同士で喋ってる。海外来てまで何してるんだか。私は絶対そうならないぞ。絶対現地の人たちと友達になる。海外の朝食って甘いのばっかり。しかも朝食はコーンフレークなんて、あんなの 90% 以上お菓子じゃん。まもう最悪。新しく買った iPhone は13 mini なのに、スマホケースは13買っちゃった。どっちも返品できない状況だし、参ったな。日本の流行りは平行眉で、濃すぎるメイクよりかはナチュラルで、まんまんまんま、よりセクシーに色っぽく鮮やかにメイク、眉毛もツンツンにしなきゃ。襟を整えて、開いてるボタンないかな、よし大丈夫、うん、周りの目なんて気にしない。エルさんも言っていたように、ありのままをレディーゴーするのや。ズボンとスカートどっちにしようかな。あー、歩きやすいこのレギンス。スパッツっていう人もいたんやったっけな。体にフィットして好きがあふれるレギンスしか勝たん。さて、今日はアメリカの歴史の授業の予習しなきゃ。今日はこの辺だったな。よし、ペン使って書き込んでいくか。日本って世界で評価されてるんだ。綺麗だし、礼儀正しいし、時間通りに電車が来る。これって当たり前じゃないの。絵画ってそうじゃないんだ。日本はダメだ。まず学校の規則がおかしい。海外ならピアスタトゥーメイクとか髪染めて学校行けるのに、窮屈すぎる。空気なんて読みたくないし、個性を輝かせられるよう生き生きと生きたいよ。海外の方が私には合ってる、うん。日々に泣いていた僕を。 What kind of music are you listening to now? Is it Japanese music? あの、邦楽聞かないんだよね。洋楽しか聞かなくて、私。このお肉ふわっとジューシー、美味しいな。 Would you like to go to dinner?But I'm a vegan, so if you don't mind, I would like to go to like the vegan restaurant somewhere. そういえば、人間の骨って何本あるんだろう。調べてみるか。200とか206個なんだ。本って数えるんじゃなくて、個なんだな、数えるのは。調べ物検索と。え?日本のサイトに繋がらないんだけど。なんで?国が違ったら繋がらんとかあんの?え、日本語で調べたかった。フードコートに来たはいいけど、人が多いなって席あった。席取りするのも大変やな、今。にしようかな。リンゴもゾウも猫も魚も好きなんだよね。フリー Wi-Fi につないでっと。さあ、今からショッピングするか。これいいじゃん。ん?何これ、こんなん買ってないんだけど。やば、何この額。お、IKEA だ。 IKEA、 コストコや。 Costco、サーティワンアイスクリーム、バスキンロビンス、ニコン、ナイコン。はあ、ゴディバチョコ食べたいな。ゴダイバ。私の夢、それは英語を話せるようになること。そして英語力アップさせて日本に帰るぞ。よし。はあ、分かったことがある。留学したからといって点数が上がるわけじゃないんだ。ノーベンで英検1級受けても、
あの第一関門であるどこで使うのか分かんない単語なんて英検一級専用の勉強をしなきゃ受からないんだ。っていうかそもそも英語も国語も同じ言語、国語をないがしろにして英語力向上も何もないんだ。なら大事なのは英語の勉強じゃなくてまずは国語なんだ。アーメン。はい、とまあこんな感じで帰国語あるあるやってみたんですけれども、今回紹介したうちにあった海外に行ったら日本のサイトに繋がらないっていうことがあるんです。例えば他には日本の LINE スタンプ購入できなかったりだとか、ラジコが聞けない、Hulu とか Netflix、Amazon プライムみたいなああいう日本の映画を見ることができなかったり、何か調べ物した時に出てくるそのニュースサイトを開けなかったりとかね、海外からのアクセスだったら閲覧すらできないとかっていうのがあったり、他にもどこかで情報漏洩して詐欺の電話がかかってきたり、偽物の引き落としがあったりとかっていうのは私海外ってかイギリス行ってすごく多かったです。まあ詐欺においては日本でもあるかもしれんけど、これらのお悩みを解決してくれるものがあります。それが NordVPN です。これ私がイギリスに住んでいた3年間使っていた VPN なんですが、その前に VPN は何やって思った方、 VPN はバーチャルプライベートネットワークの略で、いわゆるネット接続にトンネルをかけちゃうんで第三者が何をしてるのかっていうのが全く分かんないっていう、そういう状態になるので、ハッキングだとか情報漏洩がなくプライバシーを守ることができます。ちなみに盗まれるリスクのあるものは、お金やクレジットカード情報、仕事の情報やメールアドレスなどがあります。で、VPN を使った方がいい人は、カフェやホテルなど第三者が管理している Wi-Fi を使う人だとか、会社以外で仕事をする人、テレワークやフリーランスとか、あとはスマホやパソコンで買い物をしたりネット銀行を使う人、まあ、いわゆるお金を扱う人、そして日本から海外、海外から日本の動画サイトを楽しみたい人だとか。ただね、これちょっと気をつけてほしいのが、 VPN にもいろんな種類があって、一部無料で使えるものもあるんだけど、それは誓って言うわ、絶対におすすめしません。サーバーの維持にはお金がかかるんです。で、運営を無料で賄えているっていうことは、必ずどこかでお金を得ています。それは運営側が情報を売ってお金にしているサイトがいくつもあるので、無料だったり運営元が謎だったり予算をかけていない、そういう脆弱な VPN には気をつけてください。私もね、アメリカにいた頃中国発の VPN あったんですけれども、そこ無料で私の友達とか使っていたんですけれども、カード情報盗まれて変な引き落としとかあったもん。あとはね、無料 Wi-Fi も気をつけてほしい。仕事のデータを盗まれて情報漏洩したら訴訟問題になりかねないし、 SNS を乗っ取られて知り合いや親が詐欺被害に遭ったり、クレジットカードや銀行情報を盗まれたらお金が盗まれたり、ショッピングサイトのログイン情報が盗まれたら勝手に高額な買い物をされたりとか、そういうことがあります。ちなみに私もイギリスにいる時に見覚えのない引き落としがあったんだけれども、賢いのがね、そういうことやってる人たちって、高額な引き落としじゃなくって、本当に1万5000円ぐらいのパッと見て気づかないような、そんなお買い物をされていました。で、その会社に問い合わせてみると、私その時イギリスに住んでいたのに、なんかロシアだったかな、そのあたりの国からなんか引き落としされてたみたいなことがあったんで、どこで漏れたのかわかんないけども、そういうことがね、私多発してたからさVPN を使ってやっておりました。で、 NordVPN って業界ナンバーワンで、例えばそのサーバーの数とかもそうなんですけれども、スピードが速いということ。結構さ、 VPN をつないじゃうとネット回線速度が遅くなるっていうデメリットも実はあったりするんですけれども、 NordVPN の場合はむちゃくちゃ速いプロトコルを使っているから、使ってるネットの速度とほぼ変わらず使うことができるっていうことだとか、 NordVPN のウェブサイト行ったらわかるんだけど、他の企業と比べてる表を出してるからね、やっぱ比べてみてもなんか一番いいみたいなね、 Nord 強いなで、使い方はとっても簡単です。コネクトする青いボタンを押してしまえば、今いるその現在地から一番近いサーバーに自動的に接続してくれるので、ほんとボタン一つで済むんです。解除するときは接続解除ってボタンをポチってするだけ。ちなみにサーバーを選ぶこともできて、例えば私がイギリスにいて日本のサーバーに接続したいときは、マップ上を指で動かしてみると青いチョボがあるから、それをね、日本のところを押せば日本のサーバーにつなぐことができます。今これスマホで紹介したけど、パソコンでも使えて、青いボタンを押すか自分で地図を動かして選択するかのどちらかになります。そして今回この動画見ていただいた方限定でクーポンを用意していただけました。
このクーポン使えば 73% オフになってプラス1ヶ月無料がもらえるので、一番安くて月々379円とかで使えたりするので、概要欄に詳細載せるのでよかったらそちらも見てください。今回はタイアップをさせていただいたんですけれども、この VPN を使って日本にいながら海外の映画を選択すると字幕オフっていうのができるんよ。だからネイティブがやってることを本当にやるから、あと日本語の字幕ないと本当に聞こうとするみたいなね、そういう点においてもなんかすごくリスニング鍛えられたなっていうふうに思ってるんで、日本では字幕なしの映画は見られないけど、ぜひともいろいろ活用してもらいたいです。英語学習にも実は最適だったりするっていうのは思ってます。それでね、自分の好きな映画とか見れたらいいよなということで、今回の動画が少しでも皆さんの海外生活や英語学習に役立てればいいなっていうふうに思います。ご視聴ありがとうございました。てこー首しちゃった。ちなみにこれ和歌山県にちょっと、まあ、旅行行った時にお土産屋さんで売ってたから3000円で買ったんだけど、一度も使ってないから。これてか何の魚なんだろうね。